JAL ふるさとプロジェクト CA リポーターのゆっぴーです。ふるさとプロジェクト YouTube チャンネルの企画を担当してますすけさんです。今回はゆっぴーに函館に来ていただきました、はい、今日私YouTube の企画担当ではなく、うん、聖地巡礼大好き社員としてゆっぴーを函館ご案内したいと思いますので、ぜひついてきてください。日頃からちょろっと話は伺ってましたので、実際に一緒に来られて嬉しいです。なんといってもアニメツーリズム聖地巡礼で函館が今一番熱いんです。はい、そんな熱い函館をゆっぴーにご案内したいと思います。初めての聖地巡礼楽しみたいと思います。行ってきます。行ってきます。まずは私がどうしても会いたい人がいるんで、ちょっと新函館北斗駅まで会いに来ちゃいました。来てくれるんですか？会いに行きます。まさかのあの白いドン。そう、彼結構重要なキャラクターなんで。よいしょ。すいません。わー、かわいい。怖い。怖くない？この子が北斗市のキャラクターの PR 宣伝大使ということで、ズーシーホッキーです。これ何でしょう？めちゃくちゃ勘ですけど、お腹のつぶつぶはお米？合ってる？正解。ってことはお寿司だ。お、何のお寿司？ズーシーホッキ貝。正解です。貝のキャラクターは初めましてですね。今回私がここに来たのは、今絶賛公開中の名探偵コナンの映画で実は大活躍するかも。ぜひちょっと映画を見ていただいて。見たいと思う。いや、私はもうこの子に会いたくて会いたくて。今回の聖地巡礼の目的、この子に会うことです。達成。もう第一目的。本当に写真撮ってもらっていいですか？もちろん。こうやってやるのね、聖地巡礼。まずは聖地巡礼は登場人物のものがあれば写真を一緒に撮ると。もうちょっとテンション上げて、テンション上げて。どんな声？ズーシーホッキー。ホッキー。すごいな、存在感。皆さんもズーシーホッキーと写真を撮ってみてはいかがでしょうか。ちょっと動いてるこの子がマジで可愛い。やってみて。こんなマジ本当に本当に本当 に私が撮ってあげる。はい、大体あ、もっと近く、もっと近く。あ、なんか撮れた。すごい。聖地巡礼はやっぱりその土地のものを全力で楽しむのが大事なので。では続いてはこちらの旧函館区公会堂に来ました。すごい、かっこいい。ここは聖地巡礼初心者のゆっぴーにぜひ来てほしかったです。なぜかというと、もう函館って実はアニメツーリズムの聖地いくつかあるんですけど、今回でいうと、まあ、一番最近あの名探偵コナンの映画にも出てきましたし、すごい。あとは函館が聖地になっているラブライブサンシャインで実はここが舞台になってまして、アニメツーリズム協会が設定するあの聖地88って、88箇所日本の各地でアニメツーリズムの聖地を設定してるんですけど、その中の2024年版にもしっかりここがラブライブの聖地として登録をされています。まあ、そんな函館の聖地巡礼をするなら外せない場所になってます。なるほど。確かになんかこう色彩も綺麗でアニメ映えしそうな建物だなとパッと見て思いました。はい、しかも中がすごく洋風の建物の作りになっていて、すごくこう特徴があるのでぜひ見てもらいたいと思います。本格的に聖地巡礼始めます。ちなみに今回は、私実はもう前回一度聖地巡礼で来ていて回ってるんですけど、せっかくならゆっぴーにはもっとこう深く情報を知ってもらいたいなと思ったので、ご案内の方をお願いしてます。よろしくお願いいたします。本日ご案内させていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。早速どうぞ聖地巡礼の渡り廊下をまずご案内させていただきます。一番テンション上がるところだ。足元お気をつけください。どうぞ。ここがですね、歩いているシーンがございました。お外の中庭は素振りのシーンで、はい、映っておりました。こちらですね、ガラス見ていただくと波を打ってポコポコした
ガラスになってるんですけど、これは実は貴重なガラスで、当時明治時代から残っているものになるんですよ。今ちょっと夕方なので日が暮れてるんですけども、日中日が入ってくると廊下が波打ったような影が映ってそれで、すごく綺麗なんです。ここは全然前回来た時全く気づかなかったです。でも背景も黄色なので写真撮ったりするとすごく映えるんですよね。アニメのキャラみたいになれますか？なれます。皆さんあのカメラを構えてですね、ちょうど向こう側から歩いてくるような感じ、はい、イメージですね。でもこうやって楽しむんでしょ。アニメの主人公になった気分です。もうここがもうメインのですね、映画に出てきたお部屋です。はい、コナン君とランちゃんもいらっしゃいます。バルコニーも映ってましたよね。ーモーリーさんとか行こう。見てきてないんですか？見てきてないんですか？見てきました？私言いましたよね。このロケ来るまでに見てきてくださいねって言いましたよね。私も映画見たんですけど、もうステージの方もこういう装飾品なんかも細かいところもこういうカーテンも綺麗に描かれてるんですよ。もうそれが私は感動しまして、今でも講演会とか演奏会は行ってます。月に一度とか、はい、昔はそれこそ武道会とか祝賀会とかも演奏会とかもやってるんですけど、昭和の時代には芥川龍之介さんもいらっしゃって、その時の講演会には市民が1000人ほど受け付けたと言われております。ちなみにここ最近の名探偵コナンの映画でももちろん登場したと思うんですけど、はい、ラブライブにも出てますよね。そうでございます。ラブライブのオーディション会場としてこちらのお部屋が使われております。ラブライブも見てください。見ます。オーディション会場っぽい、あの頑張ってる女の子たちを一生懸命本当に応援したくなる本当に素晴らしいアニメです。でここが聖地になっているので、実は私はもう早々にいただいちゃったんですけど、聖地のスタンプもありまして、いいな、ちょっとユピもあやりたいです。こんなアニメーションスポット押します。すごい、この建物の絵と一緒に押せるんだ。あじゃん、帰ったら見ます。ラブライブ、なんかここからこう撮ってるシーンとかありましたもんね。そこに吉川かかってるシーンとかもねありましたもんね。確かにすごいわ。ここからの眺めもミシュラングリーンジャポンで2つ星をいただいてて、ちょうどねお天気も良くなってきたのですごく綺麗に見えますよね。ここの建物が明治43年に建ったんですけど、翌年の明治44年に明治時代の皇太子様、大正天皇様が、函館に行刑にいらっしゃった際に宿泊所として公会堂2階を使ったんですよ。その際に宮内庁の指示でこっちこういうお手洗いを作ってくださいっていう指示があって、急遽増設したものになります。聖地巡礼以外にも楽しめることがいっぱいありますね。実際もちろんアニメ大好きな気持ちでそれを見に来るだけでもきっとファンの方は楽しいんだろうと思うんですけど、一緒にその土地の歴史だったりとか文化を知れるっていうのはもうなんかこれまでの旅の2倍も3倍も知れることとか楽しめることが増えて、アニメツーリズムとってもいいなって思いました。本当に見てこなかったのだけ後悔。本当になんで見てきてくれなかったのか。まあ、そんな感じでアニメの作品の話だけじゃなくてその土地のことも学べるのがこのアニメツーリズムとか聖地巡礼のいいところだと思うんですけど、せっかく来ていただいたんだったらその土地のグルメも楽しみたい。楽しみたい、はい、ということで函館といえばぜひ伊勢さんのおすすめのお店とかあったら教えていただきたいな。たくさんあってすごく迷うんですけど、映画にも出てきた函館国際ホテルでしたら、あの塩ラーメンも函館美味しいんですよね。函館国際ラーメンの塩ラーメンが好きで個人的にですけど、ここは映画にも出てくるホテルですし間違いないです。美味しいです。ぜひ。ここは今回のコナンの映画に出てきてる聖地の一つなんですけど、実は前回聖地巡礼私来た時に唯一来れなかったのがここです。すごい。ちなみにここは北海道東照宮。かっこいいですね。星型に五稜郭なってるじゃないですか。あの五稜郭を作る時に鬼門にあたる位置に鳥居を建てて、まあ、神社を作ったらしいんですけど、戦争でちょっと焼けちゃって、ただ御神体だけはここに移してそのまま祀っている。あ、すいません。なんだファンは
もうちょっと胸熱です。あの小屋っていうか建物が、そうあれが出てくるの。とあるシーンでここにとある登場人物が来まして、ここのあの巫女さんとお話をしたりとか、あそこの祠なのかな、あれ、あの辺りをこうちょっと探索をするというようなストーリーが展開されます。あでもまさにそうやってね覗くのよ。やっちゃった、誰かいますかみたいな、はい、すごい見てる何を探してるのコナン君。さすがに同じものはないんだ。重要なポイントだったの、見てこないからわからないんですよ見てきたらここはもう胸熱も胸熱。さあ伊勢さんに教えていただいた塩ラーメン食べに来ました。食べられるんですね。撮影交渉うまくいってよかった。じゃあお腹も空いたし、着きました。聖地巡礼でちょっと盛り上がってお腹が空きました、うん、美味しいラーメンを食べに行きましょう。行きます。では先ほど伊勢さんにご紹介いただいたアゼリアさんに来ております。こちらで、まあ、塩ラーメンはもちろんなんですが美味しいお食事をいただきたいと思います。おお、いろいろありますね、うん、質問があるんですけど、玉ふくらって何ですか。こちらですね、大豆の種類でして、普通の大豆よりもすごく大きく、身も甘い大豆を使っています、こちらを使った豆腐が玉ふくら豆腐と言います。なるほど、そういうことか。じゃあお願いします。お願いします。うわー、おいしそう。透き通っている、うん、早速楽しみにしてた函館塩ラーメンいただきたいと思います。いただきます。おいしい。なんだろう、あっさりですけど海鮮なのかしら。お出汁もすごいちゃんとコクがある。これちょっとスープ一口じゃ止まらないです。もうなんかずっと飲める。底つきそうなぐらいすぐ飲めます。うん。函館らしいスルメだとか、北海道産の干し貝柱だとか、昆布ももちろんですけど、そういうものを入れて、そういうものから旨味を全部出して、そして濃縮させて作ったんです。そしたら、まあ、うまくできたんですよね。旨味がすごい凝縮されてる感じがしました。止まらないぐらい美味しくて、ね、まあ、うち麻婆も有名なんですよ。麻婆、はい、もちょっと有名で、ちょっとレトルトもできてるくらい食べることがあって、これも、まあ、いろんな調味料調合してで作ったやつなんですけど、これもやっぱり北海道産函館近郊の玉ふくらっていう豆腐を使ったり、肉はひき肉の方は上の国産のフルーツポークっていう肉を使って、で煮込むとかなり美味しくできるんですよね。しっかり噛んでもご飯ですでもすっごく弱い方お気をつけていただきたいんですけど、私もそこまで辛さ強くないですが美味しく食べられる。どうでした今回、初の聖地巡礼だったじゃないですか。そうなんですよ、初、まず聖地巡礼ってどういう風にするかも全くイメージができてない中で連れてきてもらって、で函館がそんないろんなアニメの聖地だっていうことも知らなかったので、1回目にしてはかなり豪華な聖地巡礼旅になったと思いますし、今回本当に何度も言いますが残念だったのは、自分がその函館が聖地となっているアニメをよく知らないまま来てしまったことなので、皆様もぜひもちろん函館に足を運んでいただきたいんですが、その前にラブライブであったり函館が聖地のものを見てから来ていただくと、今までになかった旅の楽しさを知ることができるんじゃないかと思うので、ぜひ皆様にも函館に遊びに来てもらいたいと思います。
普通のね旅をするよりも観光で回るのもいいんだけど、こう聖地巡礼を通してなんかそれまで見えなかった一面が見えるっていうのがすごく醍醐味だと思うので、今度また機会があったら聖地巡礼してください。もやぎさんの様子を見てるだけでも高ぶってる様子が伝わってきて、私もそんな風に旅をしてみたいなと本当に思いましたので、次回は私の聖地巡礼にやぎさんを連れていこうと思います。どこに連れてってくれるんですか？まだ内緒ですご覧いただいた皆様もぜひ訪れてほしいふるさとだったりとか、こんな聖地ありますよっていう情報をぜひコメントで教えていただければと思います。お待ちしてます。お待ちしてます。